マツジスセとイエス・キリスト教会の大官庁について主は次のことを明らかにされましたさらにまた大神権の職の大官庁の義務は全教会を管理しモーセのようであることであるまことに神が教会の長に授ける神のすべての賜物を持つ政権者刑事者翻訳者および預言者となることである 私は預言者に神の賜物のいくつかが授けられるのを目の当たりにするという祝福に預かってきましたそのような神聖な経験の一つを分かち合いたいと思います現在の召しを受ける前新しい神殿用地を見つけ推薦するのを助ける仕事をしていました2001年9月11日以降アメリカの国境を渡る規制がより厳しくなりましたその結果カナダのバンクーバーからワシントン州のシアトル神殿に 国境を越えていくのに多くの会員は23時間かけていました当時教会の大官長であったゴードン・ビー・ヒンクレー大官長はバンクーバーに神殿があれば教会の会員にとって祝福となることを示唆しました用地の調査が許可され教会が所有している土地やまたその他の土地も調査しましたカナダ横断高速道路に隣接する 宗教施設用に区画された美しい土地が見つかりましたその土地はアクセスがよく美しいカナダ松が生え車で通るたくさんの人の目に留まる絶好の場所でした神殿幼稚園委員会の月例集会でその土地を提示しましたピンクレー代官庁はその土地の必要な調査を終えることを承認しました その年の12月私たちは委員会に調査の管理を報告し土地の購入を進める許可を申請しました報告を聞いたヒンクレ大館長はこの土地を自分で見るべきだと感じますと言いましたその月の後半クリスマスの2日後に私はヒンクレ大館長とモンソン館長神殿,建神殿建設士のビル・ウィリアムズに同行してバンクーバーに向かいました 地元のポール・クリステンセンステーク会長に出迎えを受けその土地に案内してもらいましたその日は少し湿っ,た霧の湿った霧のかかった日でしたがヒンクレ大館長は元気に車から降り立ち用地全体を歩き始めましたしばらくして候補に上がっていた他の土地も見たいかヒンクレ大館長に尋ねると大館長はそうしたいと答えましたお別れのように他の土地を見ることでそれぞれの良い点を比較することができたのです それから、バンクーバーの他の候補地を見て回り、最初の年に戻りました。大館長は、「ここは美しい余地ですね。」と言いました。そして、「ここから少し離れた教会の集会場を見に行くことはできますか?」と尋ねたので、「もちろんです、大館長。」と答えました。車に乗り込み、近くの教会堂に向かいました。教会に着くと、ヒンクレ大館長は、「そこを左に曲がってください。」 と言いました岩田通りに曲がり道を進んでいきましたわずかな上り坂になり登りきって平地になり始めたところで大館長は「車を止めて」「車を止めて」と言いましたそして右側の一つの土地を指して言いました「この土地はどうですかここが神殿の立つ場所です主はここに神殿を望んでおられます入手できますか 私たちはその土地を見たこともありませんでした主要道路からかなり離れていて売りにも出されていなかったからです「分かりません」と答えると大館長はこの土地を指し「ここが神殿の立つ場所です」と繰り返しましたその場所に数分とどま,数分とどまった後私たちは家に帰るために空港に向かいました翌日ウィリアムズ兄弟と私はヒンクレ大館長のオフィスに呼ばれました 大館長は一枚の紙にしっかりと図を書いており道路境界道札幌のマークがあって神殿の場所にも印がついていました調べたことを報告するように言われたので大館長が選んだ土地はこれ以上ないほど難しい土地だと答えました土地の所有者が3人いて1人はカナダ1人はインドもう1人は中国から来た人でしたまた建築規制においても宗教用の区画ではありませんでしたそれでは最善を尽くしてください と大官長は言いましたその後奇跡が起きました数ヶ月以内に土地を取得しブリティッシュコロンビア州ラングリー市から神殿を建てる許可を得ることができたのですその経験を振り返って私は謙遜になりましたウリアムズ兄弟と私には不動産と神殿の設計についての正式な教育と長年の経験がありましたヒンクレ大官長はそのような教訓練は受けていませんでしたが 大館長ははるかに勝るものを持っていました政権者としての預言の賜物です神の神殿がどこに建てられるべきか心に思い描くことができたのです主が初期の生徒たちに神殿を建てるように命じられた時次のように言われましたしかし私が彼らに示す方に従って私の名のために家を建てなさい もし私の民が私が大官庁官に示す方に従ってそれを立てなければ私は彼らの手からそれを受け入れないそれは諸期の生徒たちに同じ,同じように今日の私たちにも当てはまります主がこれまでと同様引き続き大官庁に現代において神の王国がどのように導かれるべきであるか方を示されるのですそして個人に関しては私たちの行いが主の目にかなうように 生活における方向性を示してくださるのです2013年4月の総大会で全ての神殿について遭遇する可能性のある嵐や災害に十分耐えることのできる基礎を築くためにどのように備えられているかをお話し,しましたしかし基礎部分はほんの始まりに過ぎません神殿はたくさんの建築用ブロックで構成されていてあらかじめ設計されたパターンに従って組み立てられています 私たちの人生そのものが神殿となるには主が示された方法で気づくように努めなければなりません次のように自問してみると良いでしょう自分の人生を美しく威厳がありこの世の嵐に耐えられるようにするにはどのようなブロックを積み重ねれば良いのだろうかその答えはモルモン書の中に見つけることができますモルモン書について預言者トゥ・スミスは次のように述べています私は兄弟たちに言ったモルモン書は この世で最も正確な書物であり私たちの宗教の要石でありそして人はその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができる「モルモン書」の序文では聖なる御霊を通してモルモン書が神の言葉であるという神聖な証を得る人々はそれと同じ力によってイエス・キリストが世の救い主でありジョセスミスが主の回復の啓示者であり預言者であることそして末日聖党 イエスキリスト教会が地上に再び設立された主の王国であることを知るようになると教えられています。次のことは私たちが個人の信仰と証しを築くためにとても大切なブロックです。一つ目、イエスキリストは世の救い主である。ボルモン書は神の言葉である。 末とイエス・キリスト教会は地上における神の王国であるジョセスミスは預言者であり今日地上に行ける預言者が存在しているここ数ヶ月ネルソン大官庁が初めて人に召されてから総大会で話した全ての説教を聞いてみましたそれによって私の人生が変わりましたネルソン大官庁の34年に及ぶ経験と知恵について学ぶと彼の教えから明確で一貫性のあるテーマがいくつか浮かび上がってきました それらのテーマの一つ一つが先に述べたブロックであり私たち個人の神殿に必要な建材となるのですそれには主を信じる信仰悔い改め罪の許しのためのバプテスマ聖霊の賜物死者の救いと神殿活動安息日を清く保つこと最終目的を心に留めて始めること制約の道に留まることが含まれます ネルソン大館長はそれらすべてについて愛を込めて話してきました教会と私たちの人生における大切な住みとブロックはイエス・キリストですこの教会は主の教会ですネルソン大館長は主の預言者ですネルソン大館長の教えは私たちの益となるように主の生涯と属性について明かし明かし,し明らかにしています大館長は主の属性とその使命について愛と確信を持って 話していますそして彼がこれまで仕えてきた教会の大官庁生ける預言者たちの神聖なメッシについて頻繁に明かししていますそして今日生ける預言者とネルソン大官庁を支持することは私たちの特権です私たちには承認と支持を示すために腕を直角に上げる神聖な機関を通して教会の指導者を支持するという慣習があります私たちはそれをほんの数分前に行いました しかし本当の意味での指示はこの物理的な印以上のものもす教義の制約107章22節に記されているように大官庁会は私たちは心から生きる預言者を支持するためにここにいますが同時に預言者の言葉を信頼しそれに従って行う信仰を持ち主の耐えることのない祝福が預言者の上にあるように祈ります。 ラッセレミネルソン大官庁について考えるとき私は主の次の言葉から慰めを受けます私の民が私の声と私の民を導くために私が任命したしもべたちの行為に聞き従うならば見よ誠に私は言うが彼らはその場所から移されることはない生ける預言者に聞き従うことは非常に重要で人生に大きな変化をもたらします 私たちは強められますより確信と自信を持つことができます主の御言葉を聞くことができます神の愛を感じます目的を持って人生を歩む方法を知ることができます私はネルソン大館長とまたこれまでに預言者聖権者刑事者として見された方々を心から愛し支持しますネルソン大館長が主から賜物を与えていることを証しします また私たちが生きる預言者の声に聞き従うことを習慣として生活する時私たちの人生は主の神聖な規範に沿ったものとなり永遠の祝福を借り取ることができることを証しします主は全ての人を招いておられます来たれ主の来たれ預言者より御言葉を聞け誠にキリストのもとに来ていきなさいイエスキリストの皆によりアーメン